俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、まあ、結構ね、これ俺が説明しなくてもいいんじゃないかなと思ったんですけど、最初は、まあ、コメントで結構見るのが、まあ、バーコードがサービス終了するんじゃないかっていう、まあ、そういうコメントをよく見るんですよね。まあ、Twitter とかでもちょくちょく見てて、まあ、なんかそういう感じになっちゃうんだみたいな。今回はまあイベントでね、半分釣りみたいなことされてましたけれど、まあ、それプラス最近のコアコードームのものの売り方、まあ、これを見ていって、まあ、やっぱサービス終了するんじゃないのっていう風な声が多いわけなんですよね。まあ、なわけねえとは思いつつ、まあ、そこら辺はなんでないのかっていうのを今回は説明していこうかなと。まあ、しかしまあなんで皆さんがそういう風に思うのかっていうのもまあ鑑みながらちょっと話していこうと思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、コアコードはサービス終了しません。はい、そんなすぐにはしません。まあ、いつかはしますけれど、すぐではないですね。サービス終了するとしては、コアコード運営のやつは2つ、理由が今後やるとするならばあると思います。一つはまあ売上の低下、もう一つは中国での規制ですね。まず売上の部分でいきましょう。去年の売上っていうのがだいたい620億円出されていました。日本円でいう620億円出されてまして、今年が300億ぐらいですね。まあ、12月の分とかも計算したらだいたい半額ぐらいに売上の方を落ち込んでいると思います。半額っていうとだいぶ落ちたねっていう風に、まあ、皆さん思われるかもしれませんが、まあ、言うてね、一つの会社の売上じゃないんですよ。一つの会社のただ一つのサービスで300億の売上っていうのを年間で上げているわけなんですよね。そんなねサービス持っている会社ってなかなかないですよね。冷静に考えて300億円よ。皆さん想像したことあります？300億円って300億円年間稼いでいたらプロ野球球団買えるぐらいなんですよ。それぐらいのお金なんですよね。余裕で買えます、安い球団だったら。まあ、それぐらいの金なんで、それぐらいのその利益を生んでいるサービスをやめるわけがないんですよ。普通に考えてどんなに減っても、これが10分の1になっても30億円です、ね。冷静に考えてみてください。30億円でもすごいっすよ。なんで、しばらくは終わることはないっていうのは、まず売上の部分に関してはお分かりいただけるのかなというふうに思いますね。まあ、経費もかかっているだろうっていうふうに皆さん思うかもしれませんが、300億円超える ?300 億超える経費って出そうと思っても出せんすから。なんか金融商品とかやったら出せますけれど、違いますんで。300億超える経費、まあ、そういうなんか諸々の使う部分ってのは難しいんで、30億の経費も難しいっすもんね。はい。ですので、まあ、売れる理由ってのはまずないっすよね。まあ、強いて売上の部分で潰れる理由があるとすれば、まあ、売上が上がっているけれども、今後のその伸びしろが見えないっていう時に、少しずつその縮小してくるっていう可能性。で、縮小の後に、まあ、そのサービスをやめる。売上は出ているけれど、これ以上その上がり目が見えないからやめますよっていうのは、もしかしたらですね、まあ、未来あるかもしれませんけれど、それは近々ではないんで、しばらく終わらんですね。こっからだって300億から、来年さらに半額になっても150億やからね。もう一つ、中国の規制の話ですね。まあ、中国の方では結構規制の方入っておりますね。最近は中国国内でのゲームのプレイというのが、特に未成年のプレイというのが難しくなっていると。まあ、コアコードユーザーも相当中国の方では減りましたが、コアコードはメインはですね、まあ、日本の方でペイされていると。まあ、コアコード全体の売り上げも、iOS のアプリストアでの売り上げというのが大半を占めているというふうになっておりまして、まあ、ですので、まあ、あんま関係ないんですよね。中国ユーザーは、まあ、いろんなそのプラットフォームで課金しますので、まあ、iOS の分中国なくなったところで、別にそんななんか売り上げのところに響くことってのはまずないですし、まあ、そして規制に関しましても、あくまでその自国民にゲームをプレイしてほしくないっていうのが中国当局の方針で、基本その海外への展開を規制するつもりっていうのは全くないんですよね。この間はテンセントの方に、まあ、一時その業務停止命令みたいな出てましたけど、あれは結構ね定期で来る命令で、日本でいう独占禁止法違反みたいな、それはまあ扱う委員会、独占禁止法委員会みたいなのがあるんですけれど、その委員会っていうのが定期的に監査が入って、監査している間はその一回サービスやめてくださいねっていうのはちょいちょいやってるんですよね、中国の方で。テンセントみたいな大企業っていうのはそういうことがたびたび入ったりしますんで、抜き打ちとか定期だったりとかでありますから、そこはあんま考慮しなくていいですもんね。プラスまあ中国当局からも、まあ、企業から当然ね、自分の国にある会社ですので税金としてお金は取っていますね。お金取っていますので、お金が入ってくるまあ財源の一つであるわけなんですよね。公約行動というコンテンツはね、まあその仮に絞って国民にさせないっていう風にしていたとしても、全てをやめさせてしまって、その税収っていうのをなくすっていうことも当局の方からしたら通話しないんですよ。いくら中国政府であってもしないんですよ。お金にまつわる部分ですし、別に海外展開の部分に関しましては当局の意向からは外れてますから、そこは別にいいよっていう姿勢なんで、縮小はしましたけれど、でも海外の方はダメだよとは言ってないですから、まあ、そういう中国の政府の動きからしても、コア行動が全て取り潰しになったことはないんですよね。ですので、その二つの理由っていうのはある程度は否定できると。もちろんその抜け道があると思います。最初のその、ペイできないからちょっと難しくなってくるんでやめますっていうのはあるかもしれないですし、まあ、中国当局の方に関しましても、まあ、もしかしたらゲームの強い規制っていうのが入って、会社的にちょっと人材が入ってこなくて難しくなるってことはもしかしたらあるかもしれませんけれど、こちらにせよまあ直近でのサービス終了はないんで、まあ、こんなこと挟んでもほとんどの方は分かってらっしゃるとは思いますが、まあ、ライトにプレイされている方とかは分かんなかったりとか、まあみんながみんなねゲーム好きでツイッター覗いていろいろ調べてますってわけではないんで、むしろそうやってねちゃんとそのゲームのこと調べてますっていうユーザーの方が割合的に相当少ないとは思いますんで、まあこんな感じの話の方をさせていただきました。まあ荒野行動運営の物売り方の方を見ていっても、まあ毎日ですね、まあ周年ぐらいをボーダーラインとして少しずつ
緩和するっていうのは、いつもの流れなんですよね。例えば、まあ、1周年とかやったら、まあ、拡張を楽にする。金獣とか、金車の拡張を楽にしていったとか、あとの周年に関しましては、まあ、ガチャの確率のボーダーラインっていうのを少しずつ上げていったみたいな。そんな感じで、毎年ですね、まあ、周年を境にして、物の緩和っていうのを公約行動運営がされてるんですよね。で、今年はその金獣自体の緩和だったと。そんな感じになっておりましたので、金枠の緩和。別に物の売り方の部分見ても、わざわざそのサービス終了するから、それをしていったってよりは、まあ、今後未来を考えての緩和だったのかなっていう風に全然見ることができますし、これで終了っていうのは少しまあ早計なのかなっていう、それはちょっと思いましたね。はい、まあ、そういう見方もあると思いますけれど、ちょっと違うのかなっていうのがまあ正直な印象ですね。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなという風に思います。でまずこちらですね、念願の金マントゲットできたのはでかいけれど5分で3万消えましたと。まあ、今回の願いのガチャね、マジすぐ終わるよね。めちゃくちゃすぐその結果が出るんでやばいなと思って、なんか怖って思ったやつも本当に20秒ぐらいで1万円なくなるんで、すげえなって思ったら、まあまあまあ、しゃーないししゃーないんですけれど、まあおめでとうございます、金マントね。いや、でもその他のなんか稼ぎで20秒で1万稼げるサービスとかコンテンツってなかなかないっすよね。そう考えるとまあアプリゲームってすごいよな。で、次ですね。復刻か電動か、これまあそうかなって思っているんですけれど、どれがいいですかねと。まあ、そうっすね。まあこういう話をするときは僕は毎回ですね、悩むぐらいだったらそんな欲しいと思ってないんで、本当に欲しいと思っているんだったら、多分悩まないし、いかないと思うんで、まあ、なんで別にそんな回す必要はないんじゃないですかって話はするんですけれど、まあ強いてどっちを選べって言われたら電動じゃないですかね。まあ復刻はね、別に確率優秀ではないですからね。うん、まあ、普通にその新しい進撃のガチャと比べたら、新しい進撃のガチャの方が全然いいですから、そっちの方がまあ正直、まあ電動でいいんじゃないですか。電動だったらまあ先に繋がりますし、電動推奨も作れますし、未来に繋げれますから、そっちの方がいいと思うんですよね。なんかわざわざ今回の新しい復刻回す理由っていうのが、まあ持っているアイテムが多く入っていてチケット作るとかだったらいいと思うんですけれど、でも一つ排出したら確率大幅に下がっちゃうんで、そこもやっぱりね、確率がもともとめちゃくちゃ高くて消えたらですね下がっていきますよとかだったらいいんですけれど、別に元のベースが高くないですからね。で次ですね、 PS4 版も 1.2GB もアップデート、さっきありましたが、進撃の巨人のイベントなし、課金金券倍になるアップデートだけですと。まあ、これは北米サーバーの方もそんな感じらしいですね。北米サーバーの人が僕に対して愚痴言ったっすわ。まあイベントありきのゲームっていうのが公約コードなんで、まあイベントなかったら楽しくないっすよね。まあしゃあないかなっていう風にも思いつつ、まあでもなかったらあんまやる意味なくなってきますよね。まあ基本ゲームは人が多いプラットフォームでするに限るっていう風になっちゃうんでしょうね。最近スイッチ版のマッチングの仕様とかも変わっちゃったらしくて、まあ昔だったらスマートフォンの人とチームを組んで、まあ、バトルをすると、まあスマートフォンのクロスサーバーになるっていう仕様だったんですが、最近まあそのスイッチだけでチームを組んだりとか、あとシングルでプレイしていてもスイッチの人はスマートフォンのクロスサーバーになっちゃうっていうね、こんな感じに変わったらしいですよ。まあなんで待機場でマッチング終わらないから、そのまま試合が始まってしまって、まあ不利な状態からゲームをしなければならないっていう感じになってしまっているらしいですね。まあ、コンシューマーとか不利なプラットフォーム、人がないプラットフォームでやっている人ってのは損する運命にこのゲームではあるようです。で次ですね、登録しました、ありがとうございます。復刻1万円分回したけれど金枠ゼロでした、さすがに一つは出て欲しかったですと。まあね、まあ、あの感じの確率で 2.9% で、まあ、1万円回してだいたい50連いくかいかんか、まあ、50連で計算しましょうか。試行回数が増えないと 3% 前後のガチャって意外と出ないんですよね。最近のガチャとまあ比較していくと、最近のガチャってまあ 3% 以上のガチャ、まあ、トレーニング物資とか、まあ、そういう無料分があるものを除くと、大抵ね、何らかの特典っていうのがあったりするんですよ。まあ、コラボレーションでたまにないやつとかもありますけれど、それもやっぱ出づらいっすもんね。まあ、なんで、試行回数を増やせるかどうか、10連特典とか、お得パックがあるかどうかっていうのは、まあ、めちゃくちゃ大事っすよね。一応、ま、2.9% のガチャを50回回したとき、金枠が1つ以上出る確率っていうのは 77% でね、23% の確率で出ない可能性があるんですよ。23% って、まあ、言うなれば5人に1人は金枠出ない人がいるっていう1万円課金しても、こう考えると、意外とその、でかいっすよね。5人に1人ってね。クラスで言うと、まあ、僕が学生の頃は40人クラスだったんですけど、今30人ぐらい。クラスの人が全員1万円課金してガチャ回したら、6人は当たらないんですよ。30人中6人は。6人って言うとワンチャン自分が入ってもおかしくはないわけじゃないですか。まあ、そう考えると、まあ微妙なガチャではありましたよね。欲しいものが入っているとか、特別金チケットが作れるとかやったら回してもよかったと思いますけれど、まあなんかそんな急いで回す内容ではなかったですね。